宮沢慶佐太郎は、日本の競馬騎手調教師。騎手時代の1942年にバンナーゴールで、中山4歳品馬特別に優勝した。1916年、東京府東京市小石川に生まれる。小石川高等小学校卒業後の1932年、中山競馬クラブの秋山達次9社に、騎手見習いとして入門。1936年に、 騎士免許を取得した。1942年、バンナゴールに帰乗して中山4歳品馬特別を制し、クラシック競争の優勝を果たす。1945年、太平洋戦争の激化による競馬会最休止に伴い、日本競馬会が全国に市所を設置し、宮沢は栃木県宇都宮市の関東市所に派遣された。 関東支所では年長だったこともあり騎手たちの指導者的な存在であり、戦後競馬の復活に際しては、宮沢宅で騎手会の創立が行われた。以後は騎手として、秋山はじめ門の旧社を転々としながら1961年まで活動した。翌1962年3月、長教師免許を取得し、中山競馬場で旧社を開業。 当初の9年間は一桁勝利が続くなど目立たない成績だったが、10年目の1971年に自己最高の18勝を挙げた。また、1973年には、山陽高が七夕賞を制し、長教師として重賞初勝利を果たす。以後もプラトー本店で2つの障害重賞を制するなどした。1991年、 福島開催への出張中に体調を崩し、ミホトレーニングセンターへの帰還後に入院。7月7日に肝不全で死去した。76歳を打太字は門下生。括弧内は所属機関と所属中の職分。ありがとうございます。